アッチ制作による日本のテレビアニメ作品。2021年10月より ATX 他にて放送中。開元を前にした2019年の日本の上空に突然現れた異次元の裂け目には天地逆転となった新国日本という異世界が存在した。かつての軍国主義を維持し続け、衛星、昭和の世を続けてゆく平行世界は 現行兵器を無効化していく、幻斬りと呼ばれるガス兵器、そして、カランと呼ばれる巨大人型兵器を駆使し、日本を軍事的に侵略していくものだった。それは、瞬時に政府を掌握して事実上の征服を果たしていく。令和と呼ばれる言語の時代は、訪れることはなかった。その10年後、日本は、魔国の属国として生まれ変わり、検閲が厳しくなる中、 流星を誇っていた漫画やアニメ、アイドルといったサブカルチャーは完全的に死に絶えたように見えていたが、そこにオタクイズノットデッドという言葉が現れた。サブカル文化を守ろうと魔国に真っ向から抵抗する集団がそこに存在し、荒バキと呼ばれる秘密結社、ガランドールと呼ばれる主力兵器、そしてその動力源となって戦おうとする少女らがいた。 人々は少女らを電池少女と呼ぶのだった。コミカライズがコミックニュータイプにて2021年10月12日から連載されている。作画はレフトハンドが担当。ありがとうございます。